チャンピオンズリーグ初ゴール。チームはベンフィカに勝利。上田綺世が所属するフェイノールトはチャンピオンズリーグ第3節でベンフィカと対戦し、上田は前半12分に先制ゴールを決めた。その後前半23分に上田が2ゴール目を決めたかに思われたが、こちらは VAR で取り消された。上田は後半30分まで出場し、フェイノールトは3対1で勝利した。上田も無双状態やん。やるね。ベンフィカってめっちゃ強いイメージなんやけど、すご。上田綺世が活躍すると嬉しい。素晴らしい仕事したね。お疲れ様。上田綺世、だんだん点取るようになってきたね。いい感じで点を重ねていて嬉しいぜ。2点目の取り消しは悔しいな。綺世はスタメンで出続ければどんどん調子が上がってくるから、これからもゴールに期待できるな。上田綺世なんだよな結局。